解説解説ちょっとバック近くない 近いよね入ってないもん。あの全部ズームせんでも全部入るように、うんうん、オッケーいいかな入ったこれあれ、はい、ズームとかできるんですか。できるけどしなくていい。あしなくていいよ、うん、全体が欲しいけじゃあ石垣さんチーム紹介チーム紹介を、まあ、ここはまずチロールズ確か3な気がする、まあ、メンバー紹介をしてください。メンバー紹介を、まあ、レフトは松浦さん、ね、あやばい、まあ、レフト松浦さん、ライトマチャさん、レフトバック三崎さん、ライトバックしおりとなっております。皆さん学年が違いますね。かわいい。素晴らしいことです。そうですね。雨がやばい。しおりが、まあ、21歳で松浦さんが22になったのかな。松さんは23になったのかな。松さん23か23か23で、美咲さんの年齢については触れないでおく。ただいま10対6で勝ってますね。あれ、いいの？え？ダメじゃない？今の。いやサッカーのね、まだガンガン文句言いに行くとかやな。多いんじゃん。審判違ったら。あ、うまい。おいし、あ、違った、間違った。お、さすが抹茶さん。おい、こう。せな。おー、抹茶さん。マチュさん、おおマチュさん、すげえ、インタビュー、俺、さすがです。ちょっと下がる。どこにどう、あの指示していただいたら、あの動かします。はい、ちょっと、あ、それぐらいです。あ、はい、かしこまりました。桜島が見えないよ。今日まだ綺麗に見てない。3年生が最初桜島の話聞いた？聞いてない。めっちゃ楽しかったっけ。何、どうやってど、じゃあ最初から聞きたいです。マジ？じゃあもういいね、試合のことは忘れよう。はーい。たまに頑張って、マチョさんたち。先行、あ、一応12対8で勝てて先行してます。はい、はい、じゃあ3年旅行なんですけど、はい、まず無計画で、え、嘘、無計画で、はい、桜島に行こうという、で桜島の中でフェリーでうどんを食べようという計画で始まりました。そう、はい、はい、はい、だからフェリー行きます。フェリーの時間も知らんかったんやけどね。おお、たまたま桜島へ向かうフェリーはですね24時間運行しておりまして、一番、うん、あのピークタイマーはですね10分に1本出てます。なんそれやばっ。え、行きたかった。だけどね、それでも本当車満車になるくらいね、その10分間の間にバーって、びっくりした。え、でもなんか昨日教えてもらったんですけど、ここ泳いで1時間で行けるらしいです。あっちまで泳いで行けるか。はい。でも波がこう、なんだろう、ちょっと荒れてたら4時間かかるらしいです。4時間はだいぶ死ぬね。なんか噴火、たまに噴火するんやけども、今年はなんか噴火する頻度少ないらしくてね。へぇー。けど今日の朝噴火したらしかった。らしいですね。なんで昨日せんかったのかなって。え、噴火したらどうなるんですか？煙が上がるだけ？なんか灰が降るみたいな、洗濯物干さないようにみたいな感じですか？洗濯物…黒川さんがレフトしたらめっちゃ面白かった。見張れんやん、レフト。松田さんのスパイク
そうでね、あのめっちゃさ、はい、もうフェリーでうどん食べることしか計画せん で、あ、有名らしいですね、言ったのにうどんがめっちゃ普通っていう。なんそれ、え、なんかテレビで見た、美味しいって。いや、めっちゃ普通だった。そうなんや、え、有名なんですか、うどん。そうそうそう、有名らしい、そのフェリーの中のうどんが美味しいみたいな。なんてかな、ですよね、なんかね、麺とうどんがなんか絡ましないっていうかね。ダメじゃん、美味しくないじゃん。あとね、スープもちょっと薄めやつね。へぇー、もしかしたらそばの方が美味しかったかもしれない。まあ、それで、あれってなって、とりあえずついて、まず最初何をするかで、うん、立ち往生して、タクシーのおっちゃんたちに今まで捕まってね。あら、タクシーで一周したら本当は1万2000円かかるけど7000円で行ってあげるよっていう。絶対嘘やな、それ。確かに1万2000円ぐらい。あ、本当？確かにかかりちゃったけど、まあ、それで1台7000円で3台かけて合計2万1000円の旅をしたんだけど、でも2万円で割ったらそんなに高くなくないですか？2000円ぐらいね、ちょうどいい。1時間半か2時間ぐらいかけて待ってくれて、わ、いいな。最後は温泉も入っていたんですけど、羨ましい。2年生の旅はなんだろうね、なんか、うんって感じ。たっぷり撮っとった。違うんです、無計画すぎて、天文館とりあえず行けばなんとかなるよみたいな。天文館で降りました。降りました。で、まーちゃんがなんかググってくれた美味しそうな黒豚屋さんに行きます。で、なんか行ったら閉まってます。で、あれみたいな。で、ゾノに屋台村閉まってるよって言われたけど、屋台村だったんですよ、その閉まってるお店が。あ、で、うろち、え、どうするとか言ってたら、1個だけお店が開いてて、何食べたいのって言ってくれて、黒豚食べたいって言ったら、ちゃんとみんな分席準備してくれて、で、1人アメリカ人がいたんですよ。アメリカ人が。で、アメリカ人と一緒に黒豚食べるっていう。広瀬聞いてない、大丈夫。寒い、え、寒い、ちょっと、ちょっとタオルをかけてあげよう。あ、やばいやばい。広瀬、うわー、ホテル、え、ネッチ、あ、嘘。僕も行ったのに。さすが。飛び込む。広い。アウトじゃない？おお、ラッキー。雨が、雨が寒い。大丈夫？大丈夫です。やばい、画面濡れたかも。ちょっと画面濡れた、ちょっとフキフキして。そっちじゃないよ、画面。あ、今の動きがビデオじゃ伝わらない。終わった、終わった。めっちゃ面白かった。わー、おもちゃさんたちは21対13で勝ちました。はい、もう一回押したらいいです。